はい、まずは西陣の春夏秋冬ですね。大当たり確率に関して3つのモードがありまして、ノーマルモードで210分の1、天国で10分の1、地獄モードでは420分の1ってことになってますね。昇級数が 7&15 で、大当たり1回での出玉はまあ2300ぐらいですかね。これデモ画面なんですが、これ何でしょうね。太鼓叩いてますね。なんかお祭りですかね。まあ最近はこういうなんかしょうもないとこ凝った機種が多いですよね。この台ですね、135連チャンしたとかなんとか言うてね、いろいろ話題になってますね。パチンコ雑誌とか、あと普通の週刊誌に載ってたとこもありましたけどね。これはまあ結果、連チャンの結果そうなったっていうことなんですけど、この連チャンモードに入るのに関して、条件がいろいろとありましてね。まず一つがですね、大当たり。これはまあ大当たりごとに必ずどっかのモードに移行すると。もう一つがですね、リーチなんですよね。今ちょうど外れリーチかかってますけれども、まず朝1から始めて1回目の外れリーチがかかった時、これはどこのモードに移行するか分かりませんけど必ずモード移動が行われます。あとはノーマルモードで248回、地獄モードでは40回の外れリーチがかかった時、これ必ず天国モードに入るようになってますね。まあなかなか大当たりせん時はリーチの数数えとくぐらいしたらちょっとは気休めになるんじゃないですかね。はい、今リーチかかってますけど、この3つのデジタルがいっぺんに回るのがですね、これスーパーリーチというやつですね。はい、大当たりしましたね。上がひょこひょこ動いてます。わかりますかね、デジタルの上ね。この動いてるとこが実は連チャンに大きく関係してましてね、昔ブラボーキングダムっていうのがありまして、ジュースなぎ連チャンの元祖みたいな台ですけど、あれもあのデジタルの下のパコパコ動いてるとこがね、連チャンに大きく関わってたんですが、この台の場合もですね、この上のところが、この動いてるとこですね、これが連チャンの仕組みにちょっと関わってたりするんですよね。覚えとくと面白いかもしれませんよ。はい、続きましても同じく西陣の最多最多ですね。昇級数は 7&15 で、平均出玉は2400個です。大当たり確率は220分の1で、この台小当たりがありまして、この確率は44分の1っていうことになってますね。これデジタルがですね、CR の花満開とそっくりですね。リーチかかってますけれども、この普通のリーチの他にスーパーリーチもありますよ。これね、見たとこほんまに CR 花満開とね、デジタルとかもそっくりなんですけれども、違うのがですね、まず確率変動がないことですね。それからね、もう一つね、これ奇数のリーチ、これは必ずね、小当たりになるようになってるんです。アタッカーが1秒だけ開いてね、弾をまあそうですね、1秒ですから大したことないんですが、 2,3 個は拾ってくれるんでね、ちょっと得した気になりますわね。この機種はですね、まあ噂なんですけど、小当たりした時にね、アタッカーに弾を1個だけ入れると次の当たりが早く来るんじゃないかなんていうのもありましてね、これは嘘かほんまか分かれんのですけど、まあ一応気に留めといた方がいいかもしれませんね。どうなんでしょうね、ちょっとなんか嘘っぽいですけどね。なかなかリーチかかりませんね。ちょっと見てみましょうか、しばらく。リーチかかりましたね。まあこのまま大当たりしてくれたら一番いいんですけどね、とりあえず小当たりですからちょっとは気休めになりますよね、ほんまにね。ちゅうことで、とりあえず呪術なぎ連チャン機ね、2機種お届けしましたけれども、まあ他にもいろいろありますんで、こっからは各自皆さんで勉強してくださいね。はい、こちら三強のフィーバーインパルス2っていう台ですけどね、
小球数が7&15、平均ではまあ大体2400個ぐらいと、大当たり確率220分の1で、そのうち変動絵柄で当たる確率っていうのがまあ4分の1なんで880分の1ということになってますね。上にでっかくフィーバーなんて書いてありますね。一目で三強の台だなということがわかります。派手ですね。ドラムの上にですね、二つの小デジタルがあるのわかりますね。これね、右側の方、数字が出てる方はですね、これは電動チューリップ用のデジタルなんですけれども、左側の方ですね、この点々が動いてる方、これ一体何なのかと言いますと、リーチがかかった時にちょっと関係してくるんですけどね、ちょっとしばらくリーチがかかるまで見ていてください。はい、リーチかかりましたね。リーチがかかったと思ったらなんか点々の数が増えてピヤーと動いてますよね。はい、今点々止まりましたけど、これハッピーメーターと言いましてですね、この点々がピヤーと動いて止まった時に一直線、横一直線の形に並びますとスーパーリーチがかかるということになってるんですね。だからハッピーメーターなわけです。スーパーリーチがかかるとですね、じゃあ今度はどうですかね。あ、またバラバラでしたね。スーパーリーチがかかりますとですね、必ずドラムが大当たりするか、一個手前で止まるかどっちかになるんですね。この機種の変動絵柄はスーパーとこのフィーバーって書いてある黄金のなんですね。この2種類になってるんですけども、この2つの絵柄でこうやってダブルリーチがかかることがあるんですね。この場合はですね、真ん中に普通のフィーバーって書いてない7が止まっても大当たりするんで、まあ実際トリプルリーチみたいなもんなんで結構お得な感じがしますわね。これもそうですね、違うパターンですけどね、この時に真ん中が普通なのでもいいんだよということですね。この機種の場合ですね、確率変動に入っても次の大当たりが来やすくなるわけじゃないんですけど、次の大当たりまでですね、電動チューリップがパコ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 開きましてね、玉をどんどん拾ってくれるんで、あんまり玉を減らさないで次の大当たりが取れるということになってますね。こういう機種の場合はですね、止め打ちをして無駄玉を減らすようにね、一発でも多く大当たりで玉を取るように頑張ってくださいね。続きましては強楽ですね。確率変動に関してはかなりの老舗ですけれども、こちらから登場しましたザ・忍者という台ですね。小球数 7&15、 平均値段が2300個ぐらいですかね。大当たり確率、これ表示上になるんですけど、225分の1ということになってますね。こちらがへその周辺ですね。へそはですね、スタートチャッカーがこの電動チューリップになってまして、その上にある GO って書いてあるとこですね。これは小デジタル用のスルーチャッカーになってますね。こちらが小デジタルです。7と棒が出てますけど、棒は外れで7は当たりです。すごい簡単ですね。これ外れです。もう一回回りましたけど。なかなか止まります。あ、止まりました。これ7で、これで当たりですね。こうなりますと、電動チューリップがパッと開きます。はい、デジタルが出てますけど、この機種はですね、13579、この奇数がですね、確率変動絵柄になってまして、今5でリーチかかってますけど、これで当たれば確率変動しますっていうことですよね。どうも強楽の機種ってなんか確率変動の台をいっぱい出してる割にはあれですね、デジタルがいまいち垢抜けしませんね。なんか変な侍とか爆弾とか風車とかなんか絵柄が全部変ですね。これも多分宝島かなんかの使い回しのデジタルよね。使い回しとか言うとメーカーから文句が来るかもしれませんけれども、まあ、ほんまのことですからね。刀ですか、忍者やからって刀はないですよね。ちょっとまあしばらく回しときますんで、皆さんも変な絵柄を堪能してください。とか言ってたらリーチがかかってしまいましたね。この機種にはですね、普通のノーマルリーチの他に、強楽お得意のスーパーリーチというのももちろんあります。あ、音変わりましたね。これがスーパーリーチです。このスーパーリーチというのがまた長いんですよね。
なかなか止まれへんでしょ。止まりました。これ9で当たりましたんで確率変動しますね。まあとりあえず大当たりは、普通に消化してくださいね。アタッカーがパッと開いて中に弾がザーッと入って、これを16回繰り返して1回大当たり終わりですね。はい、大当たりの16ラウンドが終わりますと、小デジタルの色がですね、いつも赤なんですけれども、パッと緑に変わりますね。だから一目で確率変動中だなっていうのがわかりますんで。でですね、あと確率変動に入ると、ほら、こうやってデジタルが止まるのが早くなるんですね。だからどん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 その保留玉が消化できて、よりたくさんデジタルを回せるっていうことになりますね。今ね、止め打ちしてるとこなんです。わかりますか？弾がちょっと止まってましたでしょ？こうやってね、上のデジタルが、小デジタルが止まるタイミングを見越して弾を打ち出して、チューリップが開くときにちょうどへその周辺に弾があるようにね、一生懸命弾をこうやって打ち出してるとこなんですけれども。じゃあちょっと止め打ちの詳しい手順を説明しましょうかね。まずですね、ハンドルの横にこのウェイトボタンっていうのがついてますんで、これをちゃんと押してですね、小デジタルが回転してるときは弾が飛ばないようにしてくださいね。それでちょうど小デジタルが止まるかなというタイミングでパッと弾を打ち出しまして、チューリップが開くときにちょうどへその周辺に弾があるように、こうですね、綺麗にパッと開くとなかなか気持ちいいですけれどもね。こうやって一発でも無駄弾をなくすようにしてくださいね。ほんまわずかの差ですけど、大当たり1回ごとに弾減らすことを考えたらだいぶ違ってきますからね。おっと、またリーチかかってますね。あ、また音変わりました。これもスーパーリーチですね。当たりますかね。これがまた長いねんな。当たりましたね。この機種はですね、大当たりが、奇数が何回続いてもそのたんびに確率変動するっていう仕組みになってますんで、つまり確率変動が何回も何十回もまあ続く、一応可能性ですけどね、の可能性があるっていうことなんでね、これも一応覚えておいてくださいね。でまあまたさっきと同じようにとりあえず大当たりを一回紹介してください。で16ラウンドが終わりますと、またさっきと同じようにですね、小デジタルが緑色に変わりまして、デジタルの止まるスピードが速くなりますんで、また同じように止め打ちをしていただくと。とにかく確率変動機は必ず止め打ち、これはもう必ず覚えてですね、絶対実行してくださいね。はい、それでは三洋の野球券紹介しましょうか。大当たり確率は237分の1で、あと連チャンはですね、保留弾は4個目で起こるんですけど、その確率は5分の1ということになってますね。このようにですね、綺麗な液晶デジタルの台なんですけれどもね、こうやってほらお姉ちゃん2人がですね、ちょっとこれ顔歪んでますけれどもね、なんかウインクしたりとかね、腕をこうやって握り合ったりとかね、なんかちょっとそそるような感じに仕上がってますね。なんかでまあ大当たりすると、まあ見ての通りお姉ちゃんがまあ脱いでいくと、そういう台なんですよね。当たりましたね。当たりますとですね、こうやってスカートがピラピラとかなりましてね、レッツゴーとか言いましてですね、こうやって1枚ずつこうやって服を脱いでいくわけですわね。でこの機種の場合ですね、大当たり直撃なんですが、その大当たりのタイミングをつかむためにはですね、とりあえず1回連チャンしてもらわなきゃいけないんですね。ホルダマ4個目で連チャンが起こるっていうさっき紹介しましたけど、この連チャンが起こらないと大当たりのタイミングがつかめないんです。こればっかりはですね、とりあえず自力で取っていただくしかないんで、皆さんの運に頼るしかないと。まあ、ここまでは皆さん自力で頑張っていただくしかないですね。今、まあ、こうやってお姉ちゃんがどんどん脱いで気持ちええよと。乳首ぐらい見したるやという感じですかね。はい、続きましては三強のフィーバーレジェンド GP っていう台ですね。結構前に出た台ですけどね。大当たり確率が252分の1で、連チャン率は 20% ぐらいですね。まあ5分の1っていうことですね。
この機種の連チャンはですね、大当たり後の保留玉1個目に起こることになってますんで、とりあえず、大当たり終わって1回転目はですね、皆さんしっかりデジタルを見ていてくださいね。と1回転目でリーチかかりましたね。これはなかなか興奮しますわね。はい、なぜか途中が略されていきなり大当たりしてますけれども、この機種のアタッカーはですね、こういう左右にパッと開くウイング式と呼ばれるアタッカーになってましてね、こういう風にほら球がポロポロって感じで動いてますよね。こういう遊びがあるんで、余計な球を何個も何個も拾ってくれるんですね。さらにですね、ラウンド間の止め打ちなんかも応用しますとね、大当たり1回ごとにかなり球の節約にもなるし、出玉も増えるんでね、これもまあ皆さん実行してくださいね。てな感じで、まあ保留玉連チャン機に関してざっと見てきましたけれどもね、保留玉連チャン機のいいところはですね、大当たり確率に連チャン率を含めて計算できるんで、勝ち負けの3段が立てやすいっていうのがありますんでね、慎重に対応すればあんまり負けなくて済む種類の台じゃないかと思いますんで、ここら辺皆さん慎重にねやってくださいね。はい、こちら平和のゴールデンバレリーナですね。昔ありましたバレリーナとですね、同じような役物の台ですけど、まああちこち変更点がありましてね、昔のバレリーナに比べたら若干良心的な作りですね。昔のバレリーナと同じなのは権利が2回ですね、1セットになってるっていうとこですね。こうして昔のバレリーナと同じで、玉がですね V と書かれた穴に入りますと、この下のですね自動販売機についてるみたいなランプがピコピコっと動きまして、これが当たりのとこで止まったら大当たりですね。でもですね、ここで油断してはいけませんよ。これで当たりになったからといって権利獲得ではありませんのでね、この後ですね、盤面の左側にあります権利獲得用のアタッカーですね、今絵が出ると思いますけど、こちらです。この権利獲得用アタッカー、ここに弾を入れないと権利獲得にはなりませんので、これ絶対気をつけてくださいね。ここに弾入れないと今までやったことパーになりますんで、その後でやっと右打ちですね、このゴーチャッカーに弾を入れて、で下のアタッカーが開いてここに弾を入れて出玉を稼ぐということになってますんで、とりあえず絶対左から最初必ず弾を入れると、これ守ってくださいね。でですね、これよく見ていただくと分かるんですけど、権利を獲得する前とですね、とりあえず1回大当たりして2回目の権利を取ろうとするときとですね、この人形の動きがちょっと違うんですよ。わかりますか？このピャーっと速く動く位置が違ってますよね。これによってどういう差が出てくるのかと言いますと、役物に入った玉がですね、この人形の動きにですね、よってですね、V に入りやすくなってるわけなんですね。ちょっとしばらく見ててくださいね。どうして入りやすくなってるかわかりますんで。ね、こうやって玉の回転する方向に V がこうピーッと追っかけてくれるような感じになるんで、ほらね、ほらこうやって入りやすくなってるわけですね。この動きによって次の2回目の権利獲得が楽になるようにというあれがされてるわけですね。変動中はこうやって上のランプがピカピカって光ったりもしますね。さらにですね、この台実はですね、大当たりが1セット、つまり2回の権利が終わった後もですね、デジタルが3回回るまでは役物のバレリーナがさっきと同じ V に入りやすい動きをしてくれるっていう特徴があるんでね、これも覚えておいてくださいね。はい、まずは平和の黄門邪魔ですね。人を舐めた名前ですけれども、昇級数 7&15、 平均値玉2400個、大当たり確率は240分の1と、ノーマル機にしてはちょっと悪いですね、これね。デジタルはですね、この見た通り液晶になってまして、まあ綺麗は綺麗ですけどね、大当たりするとですね、3パターンの違った物語がデジタル部に展開されるってことになってるんですけど、別に全然おもんないんでね、そやからどうやってことになるんですかね。連チャンせえへんのやったら、なんかここら辺に凝るとかなんとかしてほしいんですけどね。あとですね、絵柄ですね、黄門邪魔という名前からも察せられる通りですね、なんかひょっとこやのなんやの陰謀やのね、そういうふざけたのが使われてましてね、まあネロタンかどうか知りませんけど、ほんまに全然おもんないですね。続きましては西陣の旧海王という台ですね。
昇級は 7&15 で平均値段は2400ぐらいと、大当たり確率はこちら220分の1になってますね。これもデジタルが液晶になってまして、球界王という名前の通りですね、野球をモチーフにした台ですね。こういう風にほら3とかの周りにボールのマークがついてたりしますよね。この台の特徴はですね、大当たり柄がやたらに多いことにありましてね、まあ、これ覚えられへんやないかという話なんですけど、とりあえずリーチがかかったらまあなんかで当たるんやなと思っときゃいいですわ。ほんまにどうでもいいですこんなもん。であとまあスーパーリーチ言うて、なんかリーチかかった時にランナーが出てきて応援してくれるとかなんとかっていうのがあるんですけど、そやから当たりやすくなるっちゅうわけでもないしね、ほんまわけのわからん台ですわ。はい、というわけでゴリコップですね。一応羽物なんですけれどもね、出玉だけ見てるとなんかレンチャンアレパチとかレンチャン権利物に近いような感じでね、とにかくすごい台ですね。継続回数は15回で、平均出玉はそうですね、まあ1000個は軽く超えますね。でまあ羽物なんで、とりあえずこの下のチャッカーに入って羽が開くというところは普通の羽物と同じなんで、釘チェックはまずこの辺から始めてくださいね。まあ、より釘も当然のように見ると。まあ、釘はまあまあ分かりやすい形してますんでね。ある程度基本が分かってれば大丈夫でしょう。で、この焼くもののとこについてるデジタルありますね。これがですね、33か77で止まりますと、普段は下がってる焼くもの内のゴリラがグイーンと上昇してきましてですね、V に弾が入りやすくなるわけですね。このデジタルが動くのは、焼くものの中の外れ穴に弾が入った時ですからね。とにかく焼くものに弾をぶち込んで、たくさんデジタルを回さないと話にならないというわけですね。で、まあ、とりあえず大当たりは消化していただくと。継続率はかなりいいんで、まあ、15回は続くでしょう。はい、大当たりが一旦終わりますと、こうやってデジタルは11に戻ってしまうんですが、その後外れ穴に弾が入るとまたすぐこうやって33とか77が出るようになってまして、こうやって連チャンを獲得する仕組みなんですね。はい、それではですね、 CR 機の中では最も売れてますこちら西陣の花満開ですね。これをちょっと紹介してみましょうかね。CR 機というのはですね、設定によって確率が3段階に切り替えるようになってましてね、花満開は見ての通りです。CR 機をやる場合はですね、必ずこのプリベートカードを買わなきゃいけないようになってるんですけどね、このプリベートカードの券売機がですね、店によっては必ずこの1000円とか2000円のカードが売り切れになってましてね、ここら辺になんか陰謀を感じますね。で、買ったカードをこうやって差し込んで、上皿のところについてますこの玉貸しボタンですね、これをピッと押しますと、こうやって玉が払い出されるというか、まあ貸し出されるわけですね。この金額もですね、店によっては300円ごとだったり500円ごとだったりと結構バラバラですね。で、まあ返却ボタンを押すとカードがピッと出てきますんでね、台を変えたい時とかやめる時はね、忘れないようにこれ持ってってくださいね。花満開についてなんですけど、これはまあ確率変動機になってまして、3か7で当たりますとね、大当たり3回するまで大当たり確率と、小デジタルの確率がアップするようになってますんでね。さらに確率変動絵柄も連チャンしやすいという特徴を持ってますね。まずは太陽電子のデジパッチ 3X2 ですね。大当たり確率は254分の1、ようこそかハートのマークで当たると次の大当たりまで確率変動に入ります。この場合はですね、大当たり確率が64分の1になるんですね。変動絵柄で当たる確率は、表面上は3分の1なんですけれども、実際は状態によってちょこ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 ちょっと変わってくるんですよね。ここではそれを説明してみましょうかね。この台はですね、電源投入直後、つまり朝1状態から打ち始めると確率変動絵柄で当たる確率が2分の1なんですね。つまりモーニングがあるわけですね。朝1出目はこちらの 3X ですから、これを覚えておいてこの出目の台を確保してくださいね。モーニングと言いましてもですね、大当たり確率は254分の1のままなんで、とりあえず、当たるまでは自力で頑張ってください。もし最初の当たりが確率変動じゃなかったら、とっとと台を変わって他のモーニング台を打ちましょう。
モーニング状態でもですね、電動チューリップからデジタルを回した方がちょっと当たりやすくなってるみたいですね、なんかね。確率変動絵柄のウーで当たりましたね。これで次の大当たりまで電動チューリップが開きやすくなってね、バンバン弾が減らずに打てるということですね。続いてはノーマルデジパチを見てみましょうね。レンチャンなんかがない分ですね、リーチパターンなんかが凝ってまして面白いんで、リーチの場面ばっかり集めてみました。まずはこちらですね、三強のフィーバーキャスティです。ドラムが3つ離れて配置されてまして、ちょっと変わったゲージの台ですね。昔フィーバーフェスティバルってありましたけど、あれにちょっと似てますね。デジタルとドラムの違いはありますけど、まあ見た目は結構似てますよね。これダブルリーチですね。見た目通り期待感も2倍ですけれども、どうでしょうね。あれ、外れました。嫌な外れ方でしたね今の。まあ、ドラムは離れてますけれども、昔あったフィーバーキングなんかと同じようなドラムの台だと思えばいいでしょうね。系統は全く同じですよね。お、今度は7でリーチかかってますね。これはどうでしょうか。また1個ずれて外れましたね。なんか嫌な外れ方ばっかりしますね、さっきから。これはどうでしょうか。フィーバーですか、これは。お、お、一辺止まって動き出しましたね。これは大当たりですね。わあ、嬉しい嬉しい。逆パターンで外れとかあったら悔しいですけど、まあそれはないみたいですけどね。はい、で続きましては、あ、またまた登場3強ですね、フィーバーファイター1というノーマルデジタルですね。大当たり確率は210分の1で、リーチパターンもいろいろありますね。大きなモニターを採用してるっていうんで、一時期ちょっと話題になりましたね。大当たりするとこの大きなデジタルにですね、お姉ちゃんがパーンと現れて、いろいろサービスカットで僕たちを喜ばしてくれるという台ですね。リーチは全部で3種類あります。ノーマルのリーチと対戦リーチ、それからカウントダウンリーチ、この3つですね。なんか売ってますけど全然回ってませんな。ちゃんと釘見なあかんてな。あ、これがノーマルリーチですね。まあ見ての通り普通にスロー回転してるだけですね。こっからですね、あの後で紹介するカウントダウンリーチになることが多々ありますんでね、とりあえず止まっても諦めないで。でこれが対戦リーチですね。なんかピャーっと動いてよくわかりませんね。ちょっと外れましたね。これはノーマルリーチですけど、こっからほらカウントダウンになるんです、こうやってね、一個ずつ一個ずつこうやって、あと何コマとかいう感じで、カウントダウンしていくんですね。これは熱いですよね。外れましたね。さあ、今度はどうでしょうかね。しかし、一つ一つの絵柄、これ変な顔してますね、みんな。ああ、行き過ぎましたね。引っ掛けてヒュッて戻って当たることもあるんですけどね。さあ今度はどうでしょう。3回目ですけどね。さあどうだ。あ、当たりましたね。それでは、外人のお姉ちゃんの色っぽい姿をじっくりご覧くださいね。結構ラテン系のお姉さんですね。私はこういう人好きですね。魔王サターンですか？なんでしょうね。おお、なんかもうポーズがとんでもないですね。いいですね。ああ、最後は脱いでしまうんですね、やっぱり。あ、キッチンに出ますね。
でも肝心なところは全然見えへんからどうでもいいですわね。西陣の確率変動デジパチ、あんたは偉い EX ですね。なんかすごい変な名前ですけどね。大当たり確率は230分の1で、5種類の確率変動絵柄で大当たりすると、その後2回大当たり引くまで確率変動に突入しますね。ただメインデジタルの確率っていうのは変動しませんね。そのまんまですんで、なかなか2回目3回目の当たりが引けないこともありますね。名前も変ですけど、あれですね、デジタルの絵柄もちょっと変わってますよね。ちなみにですね、確率変動絵柄は、課長、係長、部長、専務、社長の5種類ですね。ファイトって言ってますね。なんか結構可愛いですね、声が。確率変動に入ると、デジタルの下の電動チューリップが頻繁に開くので、持ち玉をほとんど減らさんと2回のあたりを引くことができるわけですね。このピカピカ光ってますね。あとここにボーナス中っていうのが出ますね。ボーナスやでーって言われても困りますけれども、これがボーナスリーチというらしいですね。止め打ちのタイミング紹介しておきましょうね。デジタルの上にあのピラミッド型のランプがあるの分かりますか？ランプがピコピコピコって動いてるやつですね。あのランプが中段あたりに来た時に弾を打ち出すようにすると、ちょうど電動チューリップが開く時に弾がその辺に行ってますんでね。でチューリップが閉じる時も、閉じる前にちゃんと弾の打ち出しを止めてくださいね。開く時も閉じる時もタイミングつかんでないとダメですよ。あとですね、今はちょっと分かりやすいようにあのハンドルをこうやって戻したりなんかして止め打ちしてますけれども、皆さんお店でやるときはね、ウエイトボタン使った方が便利なんで、ウエイトボタン使ってください。こんなことやったら手が疲れますからね。ウエイトボタンはですね、確率変動中じゃなくて通常時でもですね、保留玉が満タンになった時なんかは使ったら無駄玉の節約になりますからね。これを続けてますと、玉を減らすことなく次の大当たりを引けると、こういうわけなんですね。この機種はですね、変動中にもう一回確率変動絵柄で当たっても変動が継続するということはありません。当たりましたね。昇進おめでとう。万歳とか言われても困りますけど、まあ当たったら嬉しいですからいいですよね。大当たり中もですね、アタッカーがこうやって閉じてるときは、一瞬弾の打ち出しを止めてください。無駄玉の節約になりますからね。さあ、それでは CR 機紹介していきましょうね。まず最初は、平和の CR 銘柄ですね。大当たり確率360分の1で、CR 機には付けでええことになってる設定機能がこの台にはないんですね。まあ、360分の1っていう確率はかなり低いですけれどもね。確率変動に突入する確率は2分の1、つまり2回に1回は確率変動に入るってことなんですね。この機種はですね、確率変動に入るとメインデジタルの方の大当たり確率もアップするんで、次の大当たりはあっという間に来ますね。メインデジタルの上にあのちっちゃいデジタルがあるの分かりますか？エッジってなってピカ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 してるとこですね。で、あそこで、確率変動に入るかどうかが決定されるんですね。お、当たりましたね。ここがエッジになると確率変動に突入ですね。もう一個ですね、真ん中だけ残るマイナスみたいなやつがあるんですけど、それが出たら確率変動には入りません。
盤面の下の方見てください。あのメインのアタッカーの下にちっちゃいアタッカーあるの分かります？今開いてますよね。確率変動中は、あそこが開いて弾持ちを良くしてくれるってことになってますんでね。ただあの大当たりすぐ次のやつが来るんでね、止め打ちするほどのことはないと思いますね。あ、ちなみにこの機種スーパーリーチとかもあるんですけどね、確率変動中はこういう風にデジョルがピャッピャッピャッと止まってしまいますんで、それは出ません。この台の大当たり中の画面というのが非常にこってて楽しいんですけどね。この女の子がですね、いろんな有名な絵画や彫刻にいたずらして回るっていう設定らしいんですけどね。ちょっとどんなんがあるかしばらく見てみましょうかね。まずは強力の3回権利者バーバーバーですね。大当たり確率は233分の1で、メインデジタルが揃うごとにですね、毎回継続ラウンド数を抽選するっていうちょっと変わった方式になってるんですね。サブデジタルに奇数が出たら16ラウンド、0が偶数やったら8ラウンドの継続になってしまうんですね。したがって大当たりの時の出玉もバラバラでね、少ない時は3500個ぐらい、多い時は7000個ぐらいになってしまうんですね。この台のメインデジタルはね、わかりますか？これサイコロになってるんですけどね、1から6までのどれかが揃えば大当たりなんですが、なんか普通のサイコロにはないような出目もありますよね。なんとこの出目ですね、9種類あるんですね。球面体のサイコロっていうのもなんか変ですよね。スタートチャッカーも権利物でおなじみですね。あのスルーチャッカーがあって下に入賞口がついてるっていうパターンですけど、まあ釘曲がってますね、思いっきりね。これで入ったりするから結構不思議なんですけどね。ほたらまあ大当たりまでの様子をちょっと見てみましょうかね。右上とかにあるあのボトルの数字はあれ何なんでしょうね。ラッキーナンバー用とかですかね。とリーチがかかりましたね。あ、これはスーパーリーチですか？この機種には2種類スーパーリーチがありましてね、これは後ろから転がってくるパターンですね。とりあえず当たりましたが、この台は権利物ですから、まだ完全に大当たりしたわけではありませんね。この後ちゃんとこの権利獲得口に玉を入れないといけませんね。ここに玉を入れると、本当に大当たり発生です。そしたらあとはですね、こうやって右打ちするだけですね。おなじみですね、これもね。回転体に玉を乗して、で下に入ったら、あそこの電柱が開いて出玉を稼ぐということになってますね。回転台玉がね、乗ってね、待ってる間もね、止め打ちできるんやったらした方がいいですよ。次から新しい玉が乗るようやったら問題ないですけどね。確率変動に入るとこのランプがピカピカ光って教えてくれるんですね。当たりましたね。なんかお姉ちゃんがびっくらこいてますね。あそこの小デジタルで振り分けがあるわけなんですが、ゼロですか。ということは8ラウンド継続ですね。最悪ですね。続きましてはモナコの3回権利物ギャラクシーですね。大当たり確率は330分の1です。上にチューリップがついてたりしましてね、あと回転体なんかもありまして、一瞬チューリップがパカパカ開いてこの回転台で振り分けするのかなとか思いますけれども、
実際は普通の、権利物の遊び方と全然変わりません。デジタルが揃ったらほとんど大当たりっていうパターンですね。あとですね、この台パンクの救済措置はありません。スタートチャッカー一応へそなんですけど、点穴にもついてますね。まあ点穴の方が開いてることはほとんどないんで、とりあえずへそだけ見れば問題ないと思いますね。へその下の入場口によって玉持ちが変わりますんで、ここもチェックしましょうね。まあ点穴が開いとったら開いてるに越したこともありません。デジタルの絵柄は全部で13種類ありましてね、見た目はなんかすごく当たりやすそうなんですけれども、実際の確率は非常に低いというね、まあ権利物にありがちなパターンですね。騙されないように気をつけてくださいね。はい、当たりましたね。大当たりしましても、とりあえずはそのまんま打ち続けてくださいね。上の電柱に入った球が下の回転体の V ゾーンに入りますと、見事に権利獲得ですね。まあ 3,4 個も拾えば確実に当たると思いますんでね。この回転体ってなんかどっかで見たことありますよね。昔マッハシュートとかいう羽もあって、それについてたのとそっくりですね。なんかで、権利を取りましたら毎度おなじみ右打ちですね。回転体になってるゴーチャッカーに球を乗せまして、で下のアタッカーで出球を稼ぐと。この球が回転体を待ってる間、これ止め打ちした方がいいですよね。球もったいないですからね。まあ16ラウンドまでは結構かったるいと思いますけど、こういうちょっとした無駄を省くのが、明日の勝ちにつながりますんでね、皆さん必ず実行しましょうね。2回目3回目の権利を取るまではデジタルの確率アップしてるんですけれども、この台なんか通過チャッカーになってますよね。ですから2回目3回目がなかなか揃えんかったら、どんどん球が減ってしまうっていうようなこともあるんですね。こうやって保留玉満タンになったりしたら必ず止め打ちしましょうね。玉もったいないですからね。権利物はね、見た目はいろいろありますけど、まあ基本的な遊び方はどれも同じですから、一つなんか覚えとけばね、あとは大体、新しい機種見ても躊躇せんと打てると思いますんでね。ただ玉がないのにデジタル揃ってもうたなんちゅうことがないように、予備の100円玉だけはね、どの台打つときもちゃんと用意しといてくださいね。あとこの台で言うと回転体になってますけれども、権利獲得のための入賞口ね、そこは必ずチェックしておいてくださいね。ここはですね、ペロ君専用の教室やね。教室？それにしては屋根がないんですけどね。まあね、でも天気もええし、カラスもうるさいしね。まあペロ君専用の青空教室っていう感じかな、うん、なんかうまく言われちゃった気がするな。まあね、とりあえずデジパチの説明に入っていきましょうかね。いいですか？はーい、デジパチですね、結構これ有名ですね。ここにデジタルがありましてですね、ここに弾が入るとデジタルが回ります、うん、で回った時にこの数字が揃うと大当たりってやつですね。よく37なんて言われてるのも全部そうですね、うん、皆さんはこれが揃ったから当たるんだというふうにきっと考えておられると思うんですけれども、うん、これが揃ったら当たるというよりですね、当たるから揃ったんだと、こういうことになるわけです。これどういうことかと言いますと、皆さんの目に見えないところで大当たりの判定というのは実は行われていてですね、うん、ここに弾が入った時にですね、その機械がですね、これは当たりか外れかっていう判定を行うわけです。例えば250分の1の確率であるとか200分の1の確率だとか、機種によっては違うんですけれども、それでまあ判定を行いまして、それが当たりだったらここに無理やり数字を揃わせると、そういうことになってるわけです。仕込みとしてはそういう形なんですね。
そうなんですよ。でね、その仕組み、そうね、例えばね、ルーレットを想像してもらうと分かりやすいと思うんですけれどもね、ルーレットをこう回しましてですね、そこに球をポッと投げれますわね、うん、でどこに止まるかっていうのは毎回同じ確率ですよね、うん、それと同じことがパチンコ台の中で行われていると。皆さん結構勘違いしておられるのが、何回回したからそろそろ当たるだろうとか、いくらいくら使ったからそろそろ当たるだろうとか、そういうことは絶対ないんでね、毎回等確率で抽選されていると。このことを結構ちゃんと覚えておいてほしいですね。はーい。で、ものによってはですね、連チャンとかいうのが結構、連チャン機流行ってますね、うん、そういうのはですね、例えばこの大当たりが終わった後に 4回保留玉っていうのがありまして、それが回ります。それで連チャンする場合と、うん、それから大当たりと大当たりの間に何回か回して少ない回転数でまた当たる、これ呪術つなぎ連チャンとかですね、芋づる式連チャンとかいろんな言い方ありますけど、そういう言い方をしてるわけですね。そういう連チャンと2種類ぐらいありますね。最近はこの呪術つなぎ連チャンという連チャンをする機会も結構増えてますね。だいたいまあそんなとこですかね、デジパチに関してはね。なるほどね、だいたいわかりましたか。うん、ちょっとわかってきたよ、うん、はい、ムーンライト2、これはですね、大当たり確率260分の1のデジパチね、奇数か第1の絵柄で当たると、ここの小デジタルが揃いやすくなりましてね、確率変動と言いますけど、でしばらく続けていると大当たりは簡単に狙えるようになると。まあ普段はそんなにポン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 弾は入りませんから、まあ気長に粘り強くやっていただきたいと。はい、こちら、次こちらですね、ブルーハワイ、大当たり確率240分の1のデジパチですけど、こちらにはですね、連チャン誘発打法、これがございますんで、これをちょっと紹介してみたいと思います。まず最初はですね、まあ普通に打っていただいて、デジタルをどんどん回していただくと。でこの時に一つ気ぃつけとかなあかんのが、保留ランプは絶対に3個までしかつけちゃダメ、4個目は絶対つけちゃいけません。つまりまあ満タンにするなってことですわね。満タンにしたまま大当たりしたりなんかした日にはですね、連チャンのチャンスがパーになりますので、しっかりとウェイトボタンを使って4個目はつけないようにしてください。まあそうですね、2個までついたらやめといた方がいいかもしれません。で、これを繰り返して大当たりさせます。リーチかかってる時も球の打ち出し止めといた方が身のためですね。ぼーっと見てる間に満タンになったりしますんでね。はい、当たりました。で、当たった後もまだ待ってくださいね。弾打ち出しちゃダメですよ、まだ。はい、アタッカー開きました。この時に初めて弾を打ち出してくださいね。で、アタッカーにどんどん弾を入れつつ、この時に保留ランプの4つ目が点灯すると連チャンしやすくなるということなんですね。はい、大当たり終わりました。で、この保留玉4個目の連チャン率がだいたいこの打法を使うと4分の1ぐらいになるんですかね。まあそうですね、狙うっていうか4個目を開けとくのは最低限やった方がいいですね。狙うっていう種類のもまたちょっと違いますけどね。保留玉の消化をあと2個もありますけれどもね、ちょっとしばらく見てましょうか。はい、当たりました。ということで連チャンするわけですね。はい、次はこちら、三強のスーパープレミアム永久連チャン打法ですね。こちら紹介しましょうね。ちょっとデジパチに本当に似てますね。ドラムがついてましてね。まずはですね、自力で大当たりさせていただきたい。これが一番難しいという話ありますけどね。まあここまでは皆さん自力で本当に頑張っていただきたいですね。はい、でこうしてお見事当たりました。当たりましたらちゃんと権利を、こちらの電柱にも弾を入れて権利を発生させていただくと。ここまでは普通に受けて結構ですね。問題はこの後でしてね、当たった後大当たりをずーっと消化します。2回目の権利の14ラウンド目までは普通に消化してください。この下のこのデジタルありますね、
ここを見れば今何ラウンド目かっていうのが分かりますから、あと2ラウンドなんだなってなったらデジタルをこうやって回していただく、右打ちから普通打ちに戻すわけですね。デジタルが揃ったら今度はまたさっきの電柱に弾を入れて権利をパンクさせてしまうんですね、わざとですね。でパンクしてもですね、なんと確率変動状態はそのまま残ってしまうんですね、この台っていうのはね。でまたすぐ当たってしまうと。だからですね、これをまあ大当たりのたんびに繰り返していけば一日中高確率状態で打ちっぱなしってことができるわけですね。だから永久連チャン打法と。でまた当たりましたね。はい、次こちらダイナマイトですね。これはもう皆さんよくご存知と思います。ものすごく人気があってね、あっちこっちにありますんでね、ものすごい連チャンの権利ものですね。この台はですね、プログラム中に連チャンモードと地獄モードという2つのあれがありまして、それを一気させることによってものすごい連チャンとかものすごいハマりをわざと作り出すわけですね。あ、今これ大当たり中の絵出てますけど、これほら回転体の上に弾が駐留されてますね。この時はチューリップが下の電柱がまだ開いてないんで、この間は弾を止めといた方がいいですね。ちょっとでも無駄弾を節約して一発でも多く出弾を取っていただきたい。これはまあこのぐらいやるのはほんま一遍打って気づくべきなんですよね。こういうちょっとしたことから始めてくださいね。でですね、この台、焼くものの中に弾が入ってここに貯留されますと、このデジタルが回ります。7が唯一の大当たりなんですけれども、だいたい7が出る前にですね、3の小当たりとか出ますんで、まあこれを目安に打っていただきたいですね。続きましてはこちらですね、ダウンタウンという機種なんですけれども、こちら見ての通り真ん中にクルーンがついてますね。こういうクルーンだとか焼く物で振り分けする台っていうのは、焼く物の癖だとか台の傾斜が非常に重要な意味を持ってくるわけです。そこでちょっとこんな実験やってみました。まず垂直90度に立てた台と、もう一つですね、ちょっと寝かしまして80度、この角度に立てた台でどっちが大当たりしやすいかと、これを比べてみたんでちょっと見てください。まず90度の方ですね、はい、どんどん外れますね、どんどん外れます。手で弾を入れてるからいいですけど、お金使ってたら大変ですね。やっと当たりました。こちら結果200個入れて43個当たりってことになりましたね。次はこちら80度寝かせた方ですね。こっちもどんどん外れますね、はい、どんどんどん、あ、当たりましたね。では外れました、こちらは200個入れて29個、ということは90度の方が良かったですね。こういうクルン付きの台ではですね、台の傾斜も意味があるっていうことを覚えててください。わかったかな。はい、それではまずこちらアレジンから紹介しましょうか。この台大当たり確率約281分の1ってことなんですけれども、ダイナマイトと同じようにですね、連チャンモードと外れモードがありまして、それを行き来することによって、まあ連チャン機になるし大ハマりする機会にもなるしという仕組みになってるんですね。連チャンモードに入りますとデジタルは8分の1の確率で大当たりしますんで、まあそうですね、外れる位置がかかっても 7,8 回はデジタル回して様子見た方がいいでしょうね。大当たり前後にリーチが集中するっていう特徴もありますんでね。でちなみにですね、この台の朝一出目は731です。ここからですね、すでに朝一状態で天国モードに入ってる台っていうのが時々ありまして、これはまあ言うならばモーニングですね。これもありますんで、まあ朝店に行ってみてその出目で止まってる台があったらどんどん打ってみたらいいんじゃないですかね。8台に1台の確率でまあ大当たりするっていうことですわね。こちらはエキサイト中台です。これはクルーンによって振り分けされるんですけど、まあ大当たりを決めるのはデジタルですね。クルーンで弾が回って奥の穴2つどっちかに入ったらデジタルが回りまして、77か33のゾロ目ですね、デジタル左の方にありますけれども、ここに7か3のゾロ目が出れば大当たり、まあ、一応の大当たりなんですけど、その後でですね、この台の場合はそのクルーンの下にアタッカーがついてましてね、この中の V ゾーンに弾が入らなければ大当たりが確定しない仕組みですんで、これはまあ一応気をつけていただき、デジタル揃ったからっていきなり右移ると泣く泣く後でえらいことになりますからね。でこの台もアレジンと同じようにですね、朝一電源投入直後にいきなり天国モードに入ってる台っていうのが存在するんですわ。朝一出目は11ですんでね、こっからまあ何回かデジタルをずっと一島回してみるのもいいですね。だいたいモーニングの確率は4分の1ぐらいですね。
で、これがスーパーレバーという台なんですけれども、この台はですね、連チャン中はデジタルに3か7しか出ないっていうのが最大の特徴なんですね。これを覚えとけば、まあ、連チャンを捨てるってことはないでしょう。デジタルの出目が0か1か2からは、3が出やすくなってますんで、これはまあ覚えておいていただきたいですね。まあ言うなれば、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、リーチ目と思っていただいてもいいでしょうね。今日はですね、まずこの台からです。 CR フィーバーダウンタウン劇場タイプデジパチです、この機種はあのダウンタウンの、まっちゃんとハマちゃん、この2人のキャラクターを使っていて、とっても面白いんですよ、うん。まず大当たり図柄は、全部で16種類、同じ図柄が3つ揃うと大当たりですね。大当たり確率は305分の1、327分の1、369分の1、結構甘いです、うん、甘いですね、はい。玉の払い出しはですね 5&15、大当たり中の出玉は、大体2300個、もう少し多いかもしれませんね、はい。当然これは確率変動はありますよね。もちろん、うん。確率変動図柄は、はい、3、5、7、16の、4種類ですから4分の1ですね。でその後2回大当たりするまで確率変動が続きます。確率変動中になるとこの電動チューリップが、たくさん開きますね。で、次の大当たりが早めに来る、うん。それで確率変動中に再度確変図柄で大当たりすると、さらにそこから2回大当たりするまで、確変は続きます。なるほど。ほらあかんな、何を探すんじゃ。それではリーチアクションを教えてください。はい、じゃあリーチアクション、はい。デジタルはですね、左、右、真ん中というふうに止まります。この順番がですね、はい。そして、まずはノーマルリーチ、ハリセン持ってます。そうそうそう、まっちゃんは、あ、ハマちゃんがハリセンですね、うん。まっちゃんはトンカチですね、はい、はい。次はね、スーパーリーチです。まずはね、パイ投げリーチ、パイ投げリーチ、はい。これは、止まりそうになるとパイをぶつけるという、これですね。で高速回転で、はい、これをパーンと止める。これでどうだピコ、うん、当たりましたね。次ね、ハクションリーチ、はい。一回止まったやつをくしゃみするとまた動くという、んということですね、はい。それから一番当たりやすいのがね、実はヒゲ剃りリーチ、これですね。こうやって一人ずつ剃っていくんですか。そうそうそう、駒送りになってますね、うん。やったー、当たり。これが一番当たりやすい。そしてね、これはね、リーチ予告があるんですよ。リーチ予告、これが出ればリーチになるぞという、どんなのがあるんですかね、はい。あのデジタルの上にですね、はい、今ほらあのまっちゃんがいますね、はい。相方が後ろに出てくるんですよ。だからハマちゃんが後ろにちょっと出てくる。それもね、仮装してるんです。これ、これハマちゃんですか。そう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 、気持ち悪いですね。こうなると必ずリーチになるよ。うん。で、上にいるキャラクターがね、ほら、はい、交代するタイミング、うん、これあのリーチの図柄の相方に必ずなるんです。なるほど。 今はモヒカ、まあ、そうですね。これほら、まっちゃんの図柄でリーチになりましたから、ハマちゃんに変わる。なるほどね。そうそうそう、変わるんですね。次は、ミトコーモン。こういうあの相方の図柄でリーチになった時には入れ替わりがない。これは、これはピエロの玉乗り。ピエロですね。これね、あのリーチ予告は全部で6種類あるんです。6種類、そうそうそう。で、どの時に何が出てくるかというのは全くわからない。わからない、うん。だから結構楽しめますね。そうですね。おお、サッカーだ。サッカー、サッカー。なんと、あ、これでほらハマちゃんだから入れ替わるんですね、まっちゃんに。あ、今度は、今度はなんだ、ウルトラマン、ウルトラマン、ん、太郎かな、セブンかなって、どっちかな。入れ替わり、はい、はい。ということでね、なかなかあのリーチ予告もリーチも楽しめる、楽しめますね。そういうことですね、うん。
で、これ大当たり中もね、はい、また別の楽しみがあるんです。何ですか？というのはね、割り込みギャグという2人のギャグがね、うん、10種類もある。10種類も。はい、これ大当たり中なんですね。これですね。何ですか？お店の人がポケベルを鳴らしてた。次、お、リーチだ。喜んで。リーチを。これ腹立ちますね。はい、腹立ちますね。というね、10種類あって、これがどういうタイミングで何が入るかというのがわからないんです。だから、同じ大当たり中に同じギャグがいっぱい入ることもあれば、全然違うこともある。ということで、もう大当たりいっぱいかけて、これを全部見なきゃいけませんね。はい。それから狙う場所ですが、はい、デジタルの両脇にワープルートがありますから、ちょっと弱めに打つ。弱めに。はい。はい。ということでね、まっちゃんとハマちゃん2人のギャグ満載のもう CR フィーバーダウンタウン劇場、もう期待も興奮も最高ですね。ほらあかんがな。何をたらっとんだ。モニティ、はい、この台を一言で説明するといったらどんな台なんですか？CR デジパッチでは確率が甘め、はい、そしてキャラクターにダウンタウンが出てる。出てる。という、ね、楽しめちゃうんですね。楽しめますね。はい、はい、じゃあ今度モニティ一緒にうちに連れてってください。やだ。やだ。はい。まあいいです。次もね、紹介してくれるんですよね。次はね、はい、これです。リアルボール2タイプ普通機です。この機種はサッカーをモチーフにしています。大当たり図柄は全部で16種類、同じ図柄が3つ揃ってこれで大当たりですね。うん。大当たりの確率は、191分の1。玉の払い出しはですね、6&13、ちょっと少なめですけどね。はい。大当たり中の出玉は、約2200個。2200個。はい。まあデジパチに近いですね。ところでモリピー、普通機っていうのは一体どんな機械なんですか？簡単に言うとですね、デジタルが揃う、はい、そうすると、アタッカーがこれ次々と連動して開いていくんですよ。で出玉が出ると。右打ちは必要ありません。あ、そのまま打ってればいいですね。という簡単なやつです。はい。で、これですね、デジタルが揃う、揃いました。はい。左側にね、はい、この、小さいアタッカーがありますね。これ2回開くんです。2回。はい。でこれに2個拾わせる。そうすると下の小さいデジタルが回転して、はい、このアタッカーが次々と開いていくんです。んー、これで球を拾って、はい、もうバッチリ球が出る。なるほど。はい。じゃあとにかくここに球をいっぱい拾わせてしまう。そう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 。それではリーチアクションはどんな風になってるんですかね。はい、まずですね、ノーマルリーチを見てみましょうか。これがノーマルリーチです。ノーマル。はい。ということで、これそっといました。はい。次がね、スーパーリーチになります。ほら画面が変わりました。ゴールが見えて、はい。これでシュートをする、シュートリーチ。あ、惜しいな。じゃあもう一回懲りずに。ということでゴール。これで終わったりですね。はい。次がね、今のやつの変形なんですが、モグラが出てくるというモグラシュートリーチ。あと、というモグラに助けられてゴールですね。次がですね、ズームアップリーチ。ズームアップリーチ。はい。ゴールがズームアップになって、はい、ゴールが飛び込む。なるほどね。という、こっちの方がさっきより当たりやすいですね、モグラに。で、なんとね、はい、これが珍しい。全図から回転リーチ。3つ全部に回ってますね。回ってますね。真ん中のゴールは外れなんですけど、はい、スピードが違いますから。はい。はい。ということで、これが一番当たりやすい全図から回転リーチ。当たりやすいですね。はい。で当たりました。揃いました。はい。この機種はですね、普通機ですから、はい、デジパチとは違って大当たり中にもね、またデジタルが回るんです。大当たり中に。そうそうそう。でスタートチャッカーに入れると回る。で、それがですね、はい、大当たりのダブル、トリプルという、いう風になるんですよ。ですから大当たり中、今大当たり中ですね、はい、あ、デジタルも揃った。揃いました。はい。こうなったらどうするか、左のミニアタッカー、はい、あれがまた2回開きます。ここに球を拾わせます。2個拾わせる。はい。そうすると、大当たりが2回分続いちゃいますから、うん、出玉が2倍と。2倍。大体可能性がね、1割ちょっと、10% ちょっとで、ダブルがあります。いいですね。ねえ、トリプルもありますからね。という、なかなか得なやつです。はい。
この機種はね、スタートチャッカーが通過式するじゃなくて払い出しがあるんですよ。そうなんですよね。そう、うん、ですから、遊ぶ時の目安は、うん、1000円分の玉でだいたい20回ぐらいデジタルが回れば、うん、いい思いできるんじゃないかな。20回ですね。はい、ということでね、はい、もうバッチリシュートを決めて楽しんでください。モリピー、この台を一言で言うと、はい、これはね、はい、大当たり中に次の大当たりが来るという、うん、ダブルトリプルも狙えるというね、うん、もう得な台ですよ。得な台なんですね。バッチリということは初心者でも安心して打てると。もういけますね。おすすめですね。はい、はい、じゃあ次は一体何を紹介してくれるんですか。今度はこの台です。トリプレッタ、権利物です。3回セットの権利物ですね。大当たり図柄は全部で11種類。はい、大当たりの確率は239分の1。3回のセットの権利物では甘い方です。甘いですね。そう、うん、で、権利が発生したら右打ちで、はい、はい、球をどんどん出しちゃう。右打ちですね。はい、払い出し個数は 7&15、3回の権利が終了して最高出たのはですね、だいたい6000個という。6000個。多いですね。多いですよね。はい、うん、この機種は大当たり、デジタルが揃いますね。はい、で権利が発生する、はい、でその時にね、ラウンド数を抽選で決めるんです。継続のラウンドを抽選で決めるんです。抽選で決めるんですか。はい、V ゾーンに球が入賞する、はい、そうするとこれで今ほら1ラウンド、はい、セーブ1ラウンドでこれで1ラウンドで終わっちゃうんです。終わっちゃうんですか。はい、これはゴールで16ラウンド。はい。というね、まあ、何ラウンドかっていうのを毎回3回ともね、抽選します。抽選なんですね。はい。権利回数の出玉のパターンっていうんですか？はい。1ラウンド、1ラウンド、1ラウンドだと、うん、ほとんど玉は増えない。増えない。当たったのに増えない。で、1ラウンド、1ラウンド、16ラウンドだと、だいたい2300。はい。1、16、16でだいたい4000個。はい、16ラウンドが3回だとだいたい6000個というね、大きい出玉になりますね。はい、はい、じゃあ気になるリーチを見せてください。リーチアクションですね。はい、まずはですね、ノーマルリーチ、1回止まった絵柄が、高速回転になる。あ、本当だ。でパッと止まって、はい、これで当たりですね。当たり。はい、次がですね、はい、ボレーシュートリーチ。ボレーシュート、これシュートするんですよ。ボレーシュート1回で当たっちゃいましたね。これね、3パターンあります。今のように1回で当たる場合と、それから、2回シュートする。あ、本当だ。はい、でね、最高3回までシュートするんです。ん、後ろのキーパーが全然動かずに黙って立ってますけど ね余裕ですね。はい、そしてね、それよりも当たりやすいのはコーナーキックリーチ。コーナーキックでヘディングでシュート。これがね、なかなかかっこいいでしょ。かっこいいですね。はい、で一番当たりやすいのがね、高速2段階リーチ、ノーマルリーチで速くなってからゆっくり回る。これが一番当たりやすいんです。あ、これが一番当たりやすい。そう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 。まあ打ち方ですけどもね、右側からのスタート入賞はほとんどありませんので、はい、左側からちょっと弱めで狙います。はい、で、目安はですね、1000円分の玉で、まあ、大体20回ぐらい回れば、まあ、粘る価値があるなと。20回ですね。はい、はい、ということで頑張ってくださいね。よくわかりました。はい、これでもうトリプレッターはバッチリ。バッチリですね。はい、はい、この台を一言で言うと、これはね、はい、3回権利物の中では確率が非常に甘い。甘い。プラス、うん、大当たりが揃った後に継続回数が決まる、ラウンド数が決まるということで、うん、2回ドキドキできるという。じゃあ1台で2度楽しめるという台なんですね。そういうことですね。わかりました。はい、では続いての機種は何でしょう。次はこれです。スーパーラグーン、タイプデジパチです。このスーパーラグーンは短縮モードがついているんです。短縮モード、はい、当たり図柄はですね、はい、全部で9種類9種類、はい、少ないですね。そうですね、うん、で大当たり確率、はい、なんと79分の1。79分の1。すごい甘いでしょ。甘いですよこれ。そうそう。それで、はい、払い出し個数はですね、7&15。まあ普通ですね。普通ですよね。はい、
大当たり中の出玉ですけど、はい、実は継続回数が3ラウンド、ということで出玉が大体400個というね。だから確率が79分の1とは分かったんですね。そう。でもね、でも秘密があるんですよ。秘密？はい。何何？実はね、短縮モードの抽選に、秘密があるんです。なんだろう。大当たりになるとですね、大当たりが決まった後、はい、実は真ん中のデジタルだけが動くんです。それで、表示がですね、ちょっと変わるんですが、まあ見てください。はい。これでくるくる回って、はい、N と B が実はくるくる回ってるんですね。はい。で N で止まりますとノーマルモードということで、短縮モードには入らないんです、これは普通の当たりですね、はい、ところが、B ボーナスモードで当たると実は短縮モードに突入するんですね。はい、ぐるぐる回転してますね。これだ、はい、でボーナスモードになりますとミニデジタルが、止まりやすくなる。デジタルの後ろも海の世界が ね、はい、綺麗に出ます。で、これで、そのスタートチャッカーの下の、スタートのミニアタッカーなんですけど、こちらがですね、よく開くようになる。ですから、弾をたくさん拾う。拾うんですね。はい。持ち玉を減らさずに、次の当たりが来ると。来るということですね。はい。で、このボーナスモードの抽選ですが、はい、ノーマルからボーナスは6分の1、入りにくいんですけど、一旦ボーナスに入ると5分の4ということで、うわ、続きやすい。続きやすいですね。そうそうそう。平均6回。ということで大体2400個の出玉に。はい。はい。それでは気になるリーチを見せてください。はい。まずね、リーチ予告があります。リーチ予告？はい。音が変わる。これね。変わりましたね。音が変わると必ずリーチになります。で、まずノーマルリーチ。はい。これ今、音変わらずにリーチになっちゃいましたけどね。次が、点滅リーチ。点滅。はい。これノーマルリーチの発展型です。で、これ、ポッと一つ動くやつと、そのままパッと止まるやつと、まあこういうパターンありますね。それから、点滅からもう一つ発展したのが、この高速回転リーチ。高速回転リーチ。はい。一旦止まって、くるくるくる、これですね。ああ、なるほど、なるほど。これって、この台を一言で説明すると。はい、これはね、はい、で羽物のようなデジパチ、羽出玉は400個、でも確率が甘い、甘いまして大当たり図柄が揃った後真ん中のデジタルが回りますね、はい、B ボーナスモードに入ればその後出玉がドーンと出る。 B ですね。はい、はい、じゃあ次は一体どんな台なんでしょうか。次はねこれです。ドンキホーテ2権利物です。この機種は、ラウンド回数の抽選がある3回権利の1セットの権利物なんですね、で大当たり図柄は、全部で9種類同じ数字3つ揃って大当たり、はい、この大当たりの確率がなんと155分の1。え、権利物で155分の1？そうなんです。甘いですよね。そうそう。で、払い出し個数がですね、はい、7&15、そして大当たりの時のいわゆる権利の1回の権利ですね、はい、終了すると、最高出玉は約2300個になってます。2300個、はい、ところでさっき言ってたラウンド回数 の、うん、抽選、そう方法っていうのはうそうですね。これがこの台の秘密ですから。ん、ラウンド回数の抽選は、デジタルが揃う、はい、そうすると一番下のアタッカーが開いて弾を拾うんですね、はい、でそこの V ゾーンに弾が入賞すると権利発生なんです。でこの、はい、今弾が乗っかってますね、はい、でこの、権利発生と同時に、メインデジタルの下の小さいデジタルが止まって、これで、ラウンド回数が決まるんですよ。もう一回見ましょうね、はい、今これ大当たり中、今2と16が回ってますねこれ、はい、で、権利が発生すると同時に止まるんです。これ今2ラウンドで終わりだよ。次はで16ラウンド。これ1回でもね、3回の権利のうち1回でも16ラウンドが出るとその後すべて16ラウンドになっちゃう。そうなんですか。そうそう。へー。ところでリーチアクションは、じゃあリーチアクションの紹介です。はい、まずはね、ノーマルリーチ。ノーマルリーチ、これがすごいんですよ。珍しい。何ですか。あ、いきなり当たっちゃった。ありゃ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 、これは見もんですよ。で、これが通常のノーマルリーチ、はい、2回転以内に止まります。はい、次がですね、スーパーリーチの一つなんですが、はい、ズームアップリーチ。ズームアップ、ボヨンボヨンと大きくなるんですよ、これ。うわ
すごいな。押される押されるみたいな。やった。そして、はい、次がすごい。2桁の同時回転リーチ。9種類しかないから。そうそうそう。ね、うん、結構当たりやすい感じでしょ、うん、これが一番当たりやすい。あ、そうなんですか。はい。やった。トミピー、はい、この台を一言で言うと、これはね、はい、3回権利ものでは、なんと155分の1確率が甘い。155分の1。はい、なおかつ、はい、1回でも16ラウンドを引くと、その後のあの権利は、はい、全て16ラウンドになっちゃうという。全て16ラウンド。そう、かなりこれはお得です ね、 ですね。はい、はい、今日はね、いっぱい勉強になりました。またね、はい、いろいろと教えてください。任せなさい。ということで、もうこれでね、お店行って新しい機種もガンガンやれちゃいますね。やれますね。はい。で、来月。来月。はい。またお会いしましょう。はい。じゃあ、さよなら。さよなら。ひげ取りますぜ。すいません。あ、はい。これなかなか釜が入らないんですけど、これは大体どこに入れればいいんですか。これはですね、あの指導校に入れていただくという方法でね、こちらにご指導校ございますから。あ、ここですね。またあとは中央に寄ってきますと、これに入りますと、これがおまけのやつ中立でございますから。あは。ここに入りますと。そうです。ここに入りますとですね、この数字が作動いたしまして、はい、7が出ますとですね、はい、これが30秒間に、約30秒間に6回ほど開きますから。30秒に6回、はい、そうするとこれが回るようになって、ここに優勝しますね。優勝しやすくなるから、ね、はい、そうです。これはあれですか、連チャンとかの可能性はあるんですか。連チャンですか、まあ、一応基準がございますけれども、ある程度ですね、3万回転のうちに何回かですね、テスト中にございますから、お客様に、まあ、毎回出るというわけにはいきませんけれども、ある程度の楽しみはあるような機会の方になっております。まあ、たまたま偶然ならばもございますけれども、これ大体普通でよくほら確率が200分の1とか300分の1とか言われますけど、この抜き出しに関してはどう？抜き出しに関しましてはこれ216分の1になってます。216分の1。はい、釘がね、ちょっと私全然 見切れないんですよ。だいたいどこを見ればいいんですか。まずですね、はい、釘を見てなかなか難しいですから、はいはいはい、実はお客様やるになる場合はですね、はい、100発の球ですね、よく私でも質問を受けるんですが、はい、100発の球をですね、1分間打っていただくといいです。100発の球を1分間打っていただく、はいはい、そのうちに何発戻ってくるかと。何発戻ってくるか、要するに3分戻ってくれば50発戻ってくるということはですね、ここに大体7回が6回から7回入ってると、指導校に。あ、そうですか。それで見分けるのが一番、まあ、通電機に関してはよろしいかと思いますね。もうぼちぼち取るんじゃないでしょうか。あ、取れましたね。あ、やっと取れた。いや、やっと取れましたよ。無理無理。なんかこの台全然出ないんですけどね、はい、いや、もっとこの辺を噛んでんねんなっていう台。どの辺ですか。この辺、この辺、この辺を、
これ私ね、これ4つあるのこれ初めて見たんですよ、これどうやれば4つの数字が揃わないとダメですか。結局4つ全部揃ってもいいし、1357級だったら、こう止まり方が左と右と上と下と順番に止まれるんですよね、で上の3つで1357級でもいいし、111、そうですね、3下は3でも3でもいいし、あ、他はもうどの数字でもいいですね。そうですね、6でも、そうです、それで下も同じように、1357級だと、要するに111、例えば上が3でも、じゃあこういうふうに333ってこういうふうな感じはダメなんですね。右左だとダメなんです。 あくまで上3つ下3つ、下3つか、それで全部揃っても終わったりですね。これで大体確率はどのくらいになってるんですか。これは一応210分の1、210分の1ですか、これはやっぱり私たちこの、まあ、ほとんどデジパチが揃わないという意味がないんですけど、釘なんかもやっぱり調節してるわけですよね。そうですね、これ どこを大体ね、これやっぱこの辺を狙って自分たちは打てばいいんですか。そうですね、まあよく言われる、まあ、基本的にはぶっ込みの打ち方が、まあそうですね、大体そっちの方がいいかな。ぶっ込みの方がやっぱり、ぶっ込みちょっと要するにここの、ここね、天釘があってここの肩のこの隙間っていうんですかね、大体その辺を狙って打っていただくのが一番です。あ、そうですか、これあれですか、ところでこのデジパチ連チャンの可能性とかはある方ですか、ね、そうですね、最近やっぱり連チャン機結構出てますけど、この台に関してはどうですか。意外とおとなしい方ですね。これはおとなしい方、おとなしめです、ね、じゃああんまりもう一回終了したら他の台に使う方が確実にいいんですかね。というよりも少しこう連チャンだと、要するにセブン機ですと保留が4つありますよね、で4つではあんまり来ないんですよね。あ、4つではあんまり来ない、それでまあ例えば500円なり、もうちょっと足して、足してまた来るみたいな。じゃあ一回終了しても1000円まではやってみる価値はあるということですね。でないとやっぱりデジパチはもったいないので。そうですか。そうですね。あ、リーチ目が来ましたよ。これも、あ、7。あ、ダメだねこれ。これ1がここに来ないとダメなんですよ。そうだ。あ、来ましたね。前一回こうやってね、リーチ目の時にポンと叩いたら出たんですよ。そういうこと絶対ないですか。ないです。え、本当に。はい、ないです。なんかこの台に関してね、はい、なんかこれは特徴っていうのはなんかないですか。特徴っていうのはですね、あのこれがまずこう中から光っててかなり明るく見やすくなってるんですよ。見やすいって言ってますね。そうですね。でやっぱりリーチの時もこう、結構ね、結構見やすいですね、そういう感じですね。ああ、これリーチ目は他の台よりなんかよく振るような感じがするんですけど、どうですかね。そうですね、そんなに変わらない、そんなには変わらないですね。リーチ目が来たからって言って大体それ当たりに近づいてるっていうことはないですか。若干はあるかもしれませんよ。お、またリーチ目はよく、あ、揃いましたよ。揃いましたね。これでよかったですね、そのところが。ね、あの今、あ、もう終わりましたけども、なんかこうこの台なんかちょっとねきらびやかなっていうか、あの都会の中でねパチンコやってるような感じです。なんか中のこのあれがすごい派手なんですよ。あ、また揃ってきましたね。すごい、うまいですね。いや、うまいっていうか、まあ運が良かったんですかね。そうですね。いやいや、卵こぼしちゃったよな。いや、これめんどくさいな、結構。
すいません、玉いいですか。玉お願いします。あ、すいません、すいません、これじゃあ開発します。この台は何ていうパチンコでしたっけ。ファンタジー SS と言います。何の音楽でしたっけ、これ。デジパチです、この丸いとこ、はい、ここがスタートチャッカーね、うん、ここに玉が入賞してデジタルが回転、はい、当たり図柄は全部で14種類、同じ図柄が3つ揃って大当たりですね。よし、これで当たりだ。コウモリが出てきた。はい、で大当たりになると、うん、下にあるアタッカー、これが開いて玉を拾います。はい、オープンですね。なかなかね、楽しいですね。ね、うん、はい。で、玉の払い出しは、5&15、大当たり確率は CR 機の中ではちょっと甘いかな、367分の1、うん、平均で玉は約2200個、うん、というふうになってます。はい、確率変動の方は、確率変動図柄はね7種類あるんです、数字が3、7、あとはこのモンスターの絵柄ですね。はい、はい、で次の大当たりまで確率変動1回だけなんですか。そう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 、次の当たりが当たりやすいっていうだけなんです。で、まあ、次もあの確変図柄ならね継続しますよ。2分の1ですね。2分の1、はい、だから結構当たりやすいですね。あの確変図柄も引きやすいと。はい、はい、で、これ大当たりが終わった後にあと100回おまけがあるよってありますね。はい、これは実は確率変動が終わると短縮モード、100回がついてくるよ、うん、つまりデジタル100回回るのがほとんど出玉が減らずに回りますよ。はい、うん、で100回回りますからね、だいたいねこの間に大当たりするのは約 24% 弱と。ということはだいたい4回に1回ぐらいはしちゃうということなんですね。いいですね。はい、大当たりということで大当たりが続くかなと。はい、それではリーチアクションを教えてください。はい、まずはねノーマルリーチです。はい、左右と止まって最後がこうゆっくりになって回ってますね。でこのまま止まればノーマルリーチなんですが、はい、あ、そうですね。あ、ということで、でほらこれ当たってからもう一回動きましたね。はい、再抽選機能って言いまして、うんうん、あの通常図柄で当たった時だけもう一回動く可能性がある、うん、じゃあ確率変動になることもあるかもしれない。そういうことですね、うん、これはほら行き過ぎて戻ったタイプですね。はい、はい、それからこれ左上に出てきた、これがねお化けなんですね。かわいい。はい、これが出てくるとスーパーリーチなんです。やった、当たりました。はい、で同じあのお化けが出てくるやつでも一回乗っかってもう一回動くというね、再始動、はい、で当たりが決まってからまた再抽選で確変になっちゃいましたね今、うんうん、なりました、はい、それからね左上に出るよりは実は右下にお化けが来た方が、はい、当たりやすい。でまたほら再抽選で確変になりました、うんうん、で左下でもこのほら一つずつお化けが掴むやつ、これあの駒送りになってますね、はい、お化け掴みリーチ、これの方が当たりやすいし、うんうん、またほら再抽選と。これは何ですかね。これほらもう一回お化け掴みリーチで、あ、行き過ぎて戻るというのもありますね。はい、うん、結構リーチパターンが多いでしょ。ねえ、かわいいし。でもう一つね、これ当たりが決まると同時に手が上。それではワンポイントアドバイスをお願いします。はい、さっきから見てもらいましたけどね、はい、あの確率変動図柄は
半分2分の1ということでね、このモンスターで来た場合にはほらこれで当たり確変ですっていうやつですね、それからはいもう一つですね、お化けが出てます。で、はい、再始動で動きました。で、はい、これ再抽選というね、確変図柄以外の時には、当たりが決まってからもう一回動いて、うん、ということがあるんですね、はい、で確変になるよというのがありますから、うん、この再抽選機能結構嬉しいですね。さて続いての題は一体何ですか。はい、ファインプレー種物です。はい、まずはね一番下にある121のスタートチェッカー狙いますね、1スタート、ここに玉が入賞すると羽は1回開きます。はい、真ん中の2スタート、ここに入賞して羽が2回開きます。で、羽が開いた時にね拾った玉があの真ん中奥 V ゾーン、はい、ここに玉が入賞して、大当たり、大当たりになるとね最高15ラウンドまでラウンドが継続します。はい、はい、まず玉の払い出しですね、これは、5&10、 そして、役物下にあるデジタル2つですね、はい、これで、ラウンド数と入賞個数を表してます、はい、最高の15ラウンド終了した時の、平均出玉はだいたい1200個、1200個、うんうん、ということですね。はい、さてこの機種には何か特徴はあるんですか。はい、じゃあ特徴を説明しましょう。はい、V ゾーンに入賞して大当たりになった時にですね、あの上にあるデジタルで実は数字が表示されます。今 V ゾーンに入った回ってます、ね、はい、1、これでね玉を貯留するラウンドを決めてるんですよ。はい、はい、1になりますと最初から貯留しませんよ、うん、で今1、はい、7になりました。これは6ラウンドまで貯留して7ラウンドからは貯留しませんよっていうことなんです。はい、はい、さあ次は7、15、はい、15ですね。これは14ラウンドまで貯留しますよというふうになります、はい、で今ほら玉上に貯留されてますね、並んでます、はい、並んでます。これはね貯留されると実は V ゾーンに入りやすいんです。今、うん、パッとリリースされた時に奥の V ゾーンに玉が入りました、うん、でこの V ゾーン左右に動いてますね、はい、今7ラウンドになっちゃったから、貯留はされなくなった、ということでこの貯留されなくなるとねパンクしやすいんです。だから 7ラウンドで終わっちゃう可能性があるよ。頑張れ頑張れ。ここ、あ、8個目入って、これ動いてるから、うん、この磁石にねくっついてあの V ゾーンに行かなきゃいけないんだけど、あ、終わっちゃった。それではワンポイントアドバイスお願いします。はい、実はねこれあの1だから最初からパンクしちゃうと思わないでください、諦めちゃいけない。というのはね、はい、そうなんです。実はこの回転してるドラムのね、はい、この今ほら真ん中にくっついて、ほら V ゾーンに入った、入りました、ね、ということで、いくら貯留しなくてもね実は V ゾーンに入るタイミングがあるんです、はい、うん、で今この回転しているほら真ん中ホームランって書かれてます、はい、ここに球がくっつくと V ゾーンにほとんど入るんです。ホームランだと、はい、はい、で左右にあるヒット、これ右左、うん、ちょっとずれてますね、ちょうどあの V ゾーンがね左右に動いてる時に行けば V ゾーンに入るんですけど、ほら今ホームランにくっついた、はい、入りましたね、これで、これで3ラウンドまで行きました、はい、はい、ということでねこのホームランにくっつければいいんですよ。で今ほら点滅してますから14ラウンド、はい、これでたとえ1を引いても15ラウンドまで行く可能性があるから諦めないで、最後まで諦めちゃいけないです、ね、そうそうそう、タイミングよく入れば15ラウンドまで行けるということですね。行きますよという、そういうことですね、はい、結構楽しそうでしょ、うん、うん、はい、今回初めて羽物登場ですね。そうですね、うん、はい、羽物っていうのはやっぱり少ない金額で、うん、かなり遊べるっていうのが魅力なんですよね、うん、そうそう、でね、うん、羽物の、 あの台を選ぶときに、うん、羽の開きのいい台、うん、もしくは羽が開いたときに、うん、あの玉の拾いのいい台ね、拾いのいい台、うん、そういう台を選べば、うん、結構楽しめますよ。結構たまにはね、うん、CR 機じゃなくてこういう羽物でじっくり遊ぶのもいいですよ。わかりました、はい、じっくり頑張ってみたいと思います、はい、さて続いての台は一体どんな台なんでしょうか。次はねこれです。 7C 普通機です。はい、まずねスタートチャッカー、うん、あの通過式のスタートチャッカーなんですけど、はい、ここに玉、ここが玉を通過するとデジタルが回転する、うん、2段式のデジタルね、上下それぞれあの3つ打つ図柄が揃って大当たり、はい、すぐ右打ちです。
で右側にあるあの電動チューリップありますね、ここが開きますので必ず玉を5個以上拾わせてください。拾わせてください、はい、ここに玉を5個以上拾わせると、次に真ん中の電動チューリップが開く。でここに玉を拾わせるとその下のアタッカーが開く、はい、でこの電柱アタッカーのこう繰り返した、玉を拾います、はい、玉の払い出しは 7&13、大当たりの確率はですね158分の1。お、甘いですね。これはで出玉がだいたい2300個。はい、では気になるリーチを教えてください。はい、リーチアクション、まずはですねノーマルリーチ、はい、上3つが揃うとほら音が変わりましたね。変わりました。はい、これで左から順番にデジタルが止まっていきます。はい、ここで、はい、下これが同じ、黄色の7 ね、 7ね、これで止まれば大当たりになるんです。2段式ですからね、はい、これは上と下両方が揃わないと大当たりにならない。上3つそして下3つ、はい、それぞれが同じ図柄が揃わないといけない。はい、はい、そしてねスーパーリーチはこれまずキャラクターリーチ、ほら上の、うん、デジタル手と足が出て踊ってますよ ね、 踊りますね。はい、どんどん踊ってます。はいはいはい、最後の一つがこれが揃うか、音がどん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 これ上がっていくでしょ、ね、これがうーんって感じですねそうそうということで大当たりですね、はい、はい、そしてもっと当たりやすいのがですね、このキャラクターリーチの中でも最後のデジタルがほら伸び縮みしますね。してますね、はい、この伸び縮みリーチが、うん、結構当たりやすくなって当たりやすい、はい、だんだんこうたまんないな、だんだんまだと、あ、やりました、はい、そして、一番当たりやすいのはこれ同時回転。そう、全部いっぺんにもうこれね、はい、輝いてますね、輝いてますね黄色に、はい、やったーということです。もうこうなったら余裕ですね、余裕ですね、はい運命これ、うん、はい、ということでナナシのワンポイントアドバイスをお願いします。はい、このナナシはですね普通機です、はい、通気ならではのね特典があるんですよ。特典ですか、はい、大当たり中右打ちしてますね、右側にあるはあの5着火、はい、通過式の5着火あります、ここを弾が通過するとデジタルがやっぱり回転するんです、大当たり中でも。でまた揃っちゃったらどうなるか、揃うとねまた電動チューリップが開く、はい、でここに弾を拾わせると大当たりのダブルってことで、またまた出玉が増えちゃうんです、はい、はい、この、大当たり中のダブルの可能性がねだいたい 15% ぐらい、そう出玉が増えちゃうということで。モリピー、はい、この台はデジタルがかなり変わってますね。そうですね、うん、2段式デジタルで、はい、上3つそして下3つ、はい、それぞれが、ね、同じ図柄が揃うと大当たりっていうね、うん、で確率がとっても甘いでしょ。はい、甘いですね。ですからねこれ、まあ、当たりやすいのと、うん、もう一つ普通機なんで大当たり中にもデジタルが回る、はい、そうするとほらダブルトリプルが期待できる、うん、結構いい台じゃないですか。魅力ですよね。そう、皆さん頑張ってください。さて続いての台は一体どんな台なんでしょうか。はい、次はねこれです、CR 競馬天国優秀編 V、タイプはデジパチです。はい、まずはねこのスタートチャッカー、はい、ここに玉が入賞するとデジタルが回転します。大当たり図柄は全部で15種類、同じ図柄が3つ揃って大当たりになります。はい、すごいこの競馬じゃないや馬の動きがねリアルですね。リアルで綺麗ですね、はい、さて入るかどうか。15、6、 あでも15で来てほしいけどどうだろう。あ、ということでね、はい、ゴールです。お渡りになると、アタッカーが開いて球を拾います。はい、開きました。玉の払い出しは、5&15、最高16ラウンドまで継続、大当たり確率は、ね、401分の1、出玉は2300個、大体2300個ですね、はい、確率変動はどうなってるんですか。はい、確率変動図柄は1、3、5、7、15、この図柄で大当たりするとその後2回大当たりするまで、確率が甘くなります。はい、はい、約8倍アップですね。で、各編中にまた各編図柄で大当たりするとさらにそこから2回ということで継続されます、はい、
はい、あのこの確率変動に突入する割合というのは大体どのくらいなんですか？図柄が15種類あってそのうちの5つですから、3分の1ですね、さてという、はい、それでは気になるリーチアクションを教えてください。はい、リーチアクションです。まずはですね、二頭立てリーチ、はい、3コーナーを回ってリーチですね、はい、はい、で最初からほら2頭で走ってますね、はい、7番と6番、はい、これが二頭立てリーチ、はい、あ残念、そして3頭立てリーチ、これはスタートから3頭いますね、はい、で1頭が脱落して2頭になりました、はい、1番くる、4番くるか、どっちだ、1番くるか、頑張れ、できれば1で当たってほしいのだが、これほらターフビジョンリーチということで写真判定ですね、はい、はい、そしてフラッシュリーチ、ほらバックの色が変わりましたね、はい、赤と赤が点滅していますね、はい、いけいけ、結構なんか音楽もやりました、はい、はい、そして次はですねほら同時回転リーチ、はい、はい、3と8の同時回転リーチですね、うん、これはほら止まるのが3、8ってデジタルが揃ってますね、はい、ということでもう当たりは確定、確定、はい、2分の1の確率で確変になるかノーマルかってことですね、そういうことですね、はい、ドキドキしちゃいますね、さてさて頑張る、3、8でした、はい、残念、はい、はい、それではワンポイントアドバイスお願いします。はい、ワンポイントアドバイスです。これね、大当たり確変にならなくても、大当たりが終わった後、毎回必ずですね、50回転短縮モードがついてます、ということで弾がほとんど減らずに50回転しますから、はい、当たりのチャンスがあるということですね、はい、そしてはい、はい、大当たりになりました。この大当たりの画大当たり中の画面なんですが、はい、実は競馬のねいろんな情報が、うん、この大当たり中に出てくるんですよ。今ここの下のとこ出てるよね。そう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 。で全部でね8種類あります。8種類。はい。ですから、競馬に詳しくない人でもね、これを見てれば結構競馬に詳しくなったり、楽しんだりという、はい。パチンコしながら競馬も一緒に楽しめるよと。いいですね。ねえ。はい、何々、地方競馬場は個性豊かなところが多くてほとんどがダートコースです。なるほどね、こういうね、はい、まあ、こういうことを勉強しながらパチンコでも大勝ちしてほしいですね、そうですね、はい、この台はね、はい、ほら馬の動きがすごいリアルでしょう、ね、リアルでしたね、そう、うん、で結構ね確変もあるし期待できますよ、はい、そうですね、うん、ぜひ一発逆転の万馬券当ててみたいですよ、はい、あと写真判定のリーチっていうのはかなりドキドキしちゃいますね、そうですね、うん、あれ結構信頼度高いんで、はい、期待していいですよ。ところでモリピ、はい、ぜひねお聞きしたいことがあるんですけど、何でしょう、私パチンコ行くのどうしても夕方からになっちゃうんですよ、うんうん、で夕方から行った場合の台選びのポイントがあったらね、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど、あそうですね、うん、まずね夕方から行った場合、うん、ぜひ見てほしいのは、はい、データなんです、データロボとかね、はい、ああいう台のデータを見て、うん、それで選ぶ際にね特に CR 機の場合、はい、その日の大当たり回数の多い台、うん、そういうのをねチェックした方がいいんです。なぜですか？でなぜかというと、うん、設定付きの CR 機の場合には、うん、大当たり回数が多いイコール設定がいい甘い場合が多いんです、うん、もしくは釘が甘い、うん、で、特に確変でね、はい、回数どんどん続いたやつじゃなくて、うん、確変終わって次早めに大当たりが来た、うん、確変終わってまた次が来たというやつは特に甘い場合が多いんで、うん、ぜひチェックですね。初当たり回数の多い台をなるべく選ぶということですか？そうです。わかりました、はい、モリピー今日は本当にどうもありがとうございました、はい、それでは皆さん次回をお楽しみに、はい、それではさよなら。トリプルキス、デジバチですね、はい、
まずはこの丸のところね、はいはい、あのスタート着火、これを狙います。大当たりの有効ライン、これは3ラインですね、斜め2本、はい、横1本、このライン上に同じ図柄が3つ揃って大当たり、うん、これですね。大当たり図柄は、全部で15図柄あります。15図柄、はい、はい、このアタッカーが開いて球を拾いますね、うん、球の払い出しは、6&13、大当たり確率はね結構甘いんですよ、はい、241分の1、うん、平均出玉2000個、はい、でこれはあの確率変動はどういう風になってるんですか。あのミニデジタルの確率変動ですけど、はい、3ラインの中の真ん中のライン、うん、これで当たるとねその後2回大当たりするまで確率変動に入るんです、うん、でこの確変は、2回で終わります。2回、はい、継続ないんですね。だから最初も含めて3回ということで、うん、出玉はだいたい6000個、確変はね3分の1、3本のラインの真ん中ですから、うん、3分の1で確変に入ります。はい、リーチの方はどうなってるんですか。はい、まずはですね、はい、ノーマルリーチ、ノーマルリーチ、はい、これ回ってますね、はい、これで、リーチの時はね必ずトリプルリーチですから、はい、3本ラインですね。ほらすぐ止まっちゃった、あっという間、はい、はい、これいいですね、うん、それから次がねスーパーリーチですが結構長いんです。で、3周以上すると結構期待できますけど、あ、そうなんですか、はい、で特にこの真ん中の女の子がですね、うん、叩くんです、ガンガンガンって顔も見ててくださいね、はい、あ、行きすぎるというやつを叩いて戻すという、すごい行走でパワフルでしたね。いいでしょ。それではあのワンポイントアドバイスをお願いします。はい、この機種はね、はい、確率変動になると、うん、メインデジタルの確率は変わらないんですけど、ミニデジタルこれがね当たりやすくなるんですね。つまりあの電動チューリップが開きやすくなるわけです、うん、で電動チューリップでたくさん球を拾わせると持ち球は減らないし、うん、メインデジタルもたくさん回るんで、うん、次のあたりが早く来る、はい、ということで、はい、ミニデジタルのスタート着火、この左側ね、ここを球をたくさん通さなきゃいけない、はい、だからちょっと弱めに打って、うん、この三角形の釘の広いやつを選ぶ、はい、そうするとねここを球がたくさん通るわけです。なるほど。で通った球はあの電動チューリップの方に集まります、うん、ということで、早く当たりが来ると、ここがポイントですね。はい、トリピー、はい、これは毎回のトリプルリーチでしかも確変が入ってるんですよね、必ず毎回、うん、ね、必ず確変あるでしょ、はい、まあ、大当たりの出玉はね、うん、ちょっと少ないけどでも確率が甘いし、うん、で1回ほら3分の1で確変を引けば、はい、あの最初も含めて3回の大当たり1セットってことでね、うん、結構得でしょう。そうですよね。そうそう、トリピー、はい、モデル私なんです。パンツ見せるの。はい、見せちゃいます。ということで次はどの台なんでしょうか。次はこれです。 2SS デジパチですね。はい、まずはね、スタート着火、ここを狙います。スタート着火に入賞するとデジタルが回る、はい、これ4桁のデジタルなんですね。ねえ、珍しいです。はい、で3か7、4つ揃うとこれで大当たり、はい、アタッカーがね16回開きます、うん、そしてね中当たりがあります。一番右側が一個ずれね。一個ずれ。前後賞で、はい、当たるとこれが、中当たりで、うん、10ラウンドまで続きます。10ラウンドまで。うん、はい、そして右デジタルが、うん、一番右側のデジタルがね、うん、それ以外の数字ではなるとこれで小当たり。小当たり。これは1ラウンドだけなんです。そうなんですか。球の払い出しは6&12。はい、出玉なんですが、大当たりの後ね。大当たりの時の出玉は16ラウンドでだいたい1900個、はい、中当たりは10ラウンドで1200個、うん、小当たりはたった1ラウンドなんで120個、はい、というね3種類の当たりがあります、うん、面白いですよね、うんうん、確率ですが、はい、大当たりか中当たりの出る確率が233分の1、うん、小当たりの確率は233分の2です。はい、さてリーチの方を教えてください。はい、まずねノーマルリーチです、うん、左から順番にデジタルが止まっていきます、はい、最後が一番右側なんですね、うん、ほらこの時点で小当たりはもう確定、であとは大当たりが来ました、来ましたね、はい、次はねスーパーリーチです、はい、同時回転リーチ、うんうん、ほらもう7が3つ揃ってる、これはもう小当たり確定ですよね。そう、さて大当たりが来るかな、来い、おーしゃー、はい、ということで、はい、この子機種の攻略ポイント、攻略ポイントですね、はい、この機種はね、うん、当たりの後にそれぞれの当たりの後に短縮モードがついています、
電柱が開きやすくなるんですね。はい、はい、でこれがね大当たりか中当たりの後は、メインデジタルが50回転するまで、はい、小当たりの後はね30回転まで短縮モードになるんですね、うん、で、まあ弾が減らずにガンガン回るんです。でその間にどれぐらい当たるかっていうと、はい、50回転の間では大当たり中当たりが来るのは 15%、 19%、 小当たりが 35%、 はい、で小当たりの後の30回転の間には、大当たり中当たりが 12%、 小当たりが 23%、 うん、大当たりした後小当たりした後がチャンスなんです。なるほどね、うん、そっか。ノリピー、はい、これはあのデジタルが4つあって、うん、さらに大当たりに、うん、中当たりと小当たりまであってね、そうなんか得した感じがしますね、うん、それにね、うん、大当たりが終わると、はい、毎回必ずどんな大当たりでもねあの短縮モードがついてる。短縮モード、うん、でその当たりその間にまた当たりが来るってことで、うん、結構1回当たるとね、うん、続きやすいんですよ。続きやすいということはなかなか遊びやすくていいですね。期待できますよ、はいはい、さてお次は何でしょうか。はい、次はねこれです。クライマックスデジパチですね。はい、デジタル大きいんですねこれ。そうですね、うん、まずはね狙う場所はこのスタートチャッカー、はい、ここに弾が入賞して、デジタルが回転します。大当たり図柄は全部で15種類、同じ図柄が3つ揃って大当たりですね。はい、はい、で大当たりになると下のアタッカーが、最高16ラウンドまで開きます。弾の払い出しは7アンド15、大当たりの確率はね甘いんですよ。210分の1、うん、平均出玉は約2300個。はい、これデジタルの中、うん、後ろはねほら弾が踊ってるように見えるでしょ、うん、面白い、すごく、はい。次リーチですね。はい、はい、まずはですね、ノーマルリーチからいきましょう。はい、はい、あの順番にね左側から止まって右側がゆっくり回転して、うん、はい、当たりました。はい、これあのノーマルリーチでも結構当たりますからね。あ、そうなんですか、うん、で次が高速リーチ、最初はノーマルですけど途中からね、はい、速くなるんですこれ。あ、ということで、ね、はい、高速リーチでした。はい、次がねジャンプリーチ、これもね途中からはいジャンプって言って速くなるんですね。で当たり図柄のそばに行くと駒送りになる。駒送りになる、はい、これ結構当たりやすいんですか。まあまあ当たりやすくなります。おっと、おっと、はい、でこれよりねもっと当たりやすいのが、はい、次プレスリーチ。プレスリーチ、ほらこれ、あ、潰されてますね上から。上から潰されてますね、うん、ということでプレスリーチ。はい、おっと、はい、戻りました。で次がですね、スピンリーチ。スピンリーチ、なんとこれです。あ、同時に回転してるんですね。そう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 、あとはねどの図柄で当たるか。そうですね、うん、止まる図柄が問題で、なんだろう、さあ、アードルマークでした。はい、さてそれではですねこの機種の攻略ポイントを教えてください。はい、このねクライマックスはね、うん、デジタルにまず特徴あるんですね。はい、はい、ほら弾がさっきも言いました透けて見えちゃう、ね、透けて見えて面白いんですよね、うん、踊ってますね。これはどんな風になってるかというと、はい、これあの液晶画面の後ろ側で弾の通るのが見えるわけです。でなんでこんな風に踊ってるように見えるかっていうと、うん、プラスチックのほら三角形の屋根型のね出っ張りがありまして、ここを弾が通ってるんですね、うんうんうん、で、これもね関係あるんですが、ほとんど真ん中に弾が集まるようになってるんです。ほらそうでしょ、うん、来てますね、うん、ということは、うん、スタートチャッカー上の三角形の釘ね、はい、これが問題なんですよ、うん、これが開いてる台はスタートチャッカーに弾が入賞しやすい、はい、確率が甘いってことは回りさえすればチャンスは大きい。はい、これはすごい弾の動きが面白いですね、はい、そう、全く新しい表示ですから ね大きくて、はい、でしかもほら大当たり確率甘いじゃないですか、はい、だからねあのデジタルの回りやすい台さえ選べば結構チャンスだよ。そうですね、うん、皆さん頑張ってください、はい、さてお次はどんな台ですか。はい、次はこれです。カラオケ電撃隊、タイプは権利物です。はい、まずはね、通過チャッカー、これねあのスタートチャッカー、通過式のスタートチャッカーなんです。あ、そうなんですか。はい、で入賞するとここを通るとデジタルが回転して、はいはい、図柄が同じ図柄が3つ揃うと大当たりですね、うん、で大当たりになると下にある電動チューリップ、これが開いて弾を3個以上拾わせてください。3個拾わせると権利が発生する、はい、で権利が発生したら右打ちですね。
ちゃんとデジタルで教えてくれてる、うん、はい。で、あの回転体、ここに弾が入賞すると、うん、その下のアタッカーが開く。これ16ラウンド続きます。弾の払い出しは7ラウンド15、平均出弾はですね、あ、大当たり確率は303分の1、1回の権利での平均出玉はだいたい2300個。あ、なるほど、うん、もちろんあの確率変動あります、はい、でこれはね、1回権利発生すると2回目が権利発生しやすくなる、10倍アップする、 30.3 分の1。で2回の権利で終わりです。あ、2回で終わりなんです。2回ワンセット、はい、で、平均出玉はだいたい4000個。はい、そしてね、小当たりがあるんですね。あの今リーチですね、リーチですね。大当たり図柄の前後小の場合、どっちだよみたいな感じ。おいおい、うん、前後小の場合には、うん、これで小当たり、はい、エンドチューリップがね一瞬だけ開くんですよ。短いですよ。短いですか。この間にね、よく見てね、3個拾わせれば権利発生するんです。はい、はい、拾いましたね。拾いましたね。これで大当たりと同じ権利発生しました。はい、あとは右打ちですね。さあ、それではリーチアクション教えてください。はい、リーチアクションですね、はい、まずはねノーマルリーチ、うん、はい、左から順番に止まってで、当たり図柄の手前、三つ手前からゆっくりになって、うん、はい、終わりですね。揃いました。はい、次はね高速リーチ。だん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 これ速くなるんですよ。あ、本当すごい速くて、もう目が回りそうですけど。あっと、さて、おお、当たりました。すごい。で次がね縮みリーチ。これ一番当たりやすいんです。そうなんですか。一番右側のほらデジタルが縮んでますよ、ね。縮んでます。はいはい。これね左側のデジタルが縮む場合もあるんです。そうなんですか。はい、この縮んだやつが当たりやすい。おっしゃ、はい、やりました。結構これいいですね、わかりやすいし、うん、ですね、うん。さあ、攻略ポイントをお願いします。はい、これね、さっき言いましたから小当たりがありますよっていうね、小当たりになるとね一瞬だけ電動チューリップが開くんですよ、うん、でその時にうまく球を3個拾わせなきゃいけない。はい、でこれ小当たりで権利発生しても大当たりと同じなんですね。要するに権利発生しにくいってだけなんです。しにくいだけなんですね。だからポイントとしては、はい、リーチになった時、よくほらデジタルが止まるまで手を離して見てる人がいますよね、うん、はい、これは必ずずっと打ち続けてください。打ち続けなきゃいけないですね、うん、であ外れちゃったと思っても小当たりの場合にほら一瞬開きますから、はい、ここで3個拾わせる、はい、これがポイントですね。はい、休んじゃいけない。休んじゃいけない、うん、打ち続けましょうね。ノリピー、はい、これはあの小当たりでも権利が発生しちゃうんですね。そうそうそう、ほらリーチでね、はい、あ外れたかなと思っても、うん、1個ずれ、いわゆる前後賞で小当たりになって、ね、はい、で電動チューリップにね3個拾わせれば大当たりと同じ権利発生だから、はい、結構得でしょ。得ですね。そう、早速やってみちゃおうかな。はい、はい、というわけで、はい、今日紹介した台は分かった。もうバッチリです。バッチリだね、うん、はい、でも、うん、釘がねいまいちよく分かんないんですよ。釘、はい、はいはい、だから、うん、釘じゃなくって、うん、いい台を見つける方法があったらぜひ教えてください。そんな甘い方法あると思う？うん、あると思う。あるんだこれが。はい、教えてください。最近のほらパチンコ店行くとね、ホール行くと、はい、あのデータを出す端末が置いてあるじゃないですか、うん、あのデータロゴとか、ね、うん、そうそうそう、うん、あれを使えば結構勝率アップできるんですよ。そうなんですか、うん、どのように具体的に教えてください。まずねこれ9日間のパチンコ台の大当たり回数を調べたやつなんです、はい、これでね CR 機の設定の切り替えタイミングが分かるんですね。あ、そうなんですか。ほら水曜日と木曜日見てください、大当たり回数少ないでしょ、はい、少ないですね。で金曜日から増えてますね、うん、ということは水曜日に落として金曜日に上げてるかな。でこれがどれぐらい続くかを見るんですよ。あ、なるほど、うん、そうするといい思いできる、うん、これを見分ければいい台選べるんです。つまり行くお店をまず決める。決める。自分の遊ぶコーナーを決める。決める。でデータを何日か観察する、はい、出た次の日は必ず出ないお店は出た台じゃなくて出なかった台を選ぶ、うんうん、2日3日必ず出るお店は、うん、昨日出た台に座 る。 なるほど。これだけでもだいぶ違うでしょ。そうですね。でもうちょっと慣れると、はい、自分で今日はこの台が出そうだなって予想できるんです。楽しいでしょうね、予想とかもね。そうそうそう、何も考えずに台に座ると負けやすい、うん、考えて予想して台を選べば、はい、勝率アップ間違いなしということですね。ありましたか皆さん、はい、みんな考えて予想して勝率アップを狙ってください。はい、ということでモリピーどうも今日はありがとうございました。どういたしまして。はい、それでは皆さんまた次回まで。さよなら。